こんにちは、旭川市役所広報広聴課の野村と申します。今回から広報広聴課からのお知らせとして、市役所内の各施設ですとか、各課の取り組みを紹介していきたいと思います。本日は、旭川市動物愛護センターのアニマールの紹介をさせていただきます。アニマールの久田さんです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。久田さん、はい、アニマールはどんな施設なんですか？はい、アニマールは人と動物が共生して生活できる、そういう社会づくりを目的として作られた施設となっております。場所が街中、本当に市役所のすぐそばにもありますし、いろんな方が目の前を通って中に入って見学をしてくれる、そういう施設になりました。この部屋はですね、はい、猫の飼育体験室となっておりまして、うん、あちらに猫がいますように、はい、実際にこの部屋に見学したいというお客様が入って、で猫と触れ合って、で猫とのそういう交流を深めて、はい、でもらっていきたいという気持ちをより強く持っていただくためという目的の他にですね、実際に猫を飼えない方のために、はい、こうやって触れ合いをして動物と の交流を深めてもらうための部屋になっております。今いるのは1匹だけなんですね。はい、今はこの1匹だけです。でこちらに入れる子はこうやって抱っこしたりとか、はい、人に撫でてもらったり、人に懐いていたり、そういう子をこの部屋に入れております。あ、本当に人懐っこいですね。はい、それではまずこちらが猫の保護室となっております。はい、ここには飼い主さんを探している猫たちがこの部屋に入っています。はい、ではどうぞお入りください。失礼します。こちらの紙はどういったものになるんですか？はい、これはそれぞれの猫の部屋、犬の部屋にも掲げられてまして、はい、どういうところで保護されたのかとか、どういう子なのか、いつ保護されたのか、はい、そういう情報がこちらに記載されています。こちらを見て猫の情報が分かるプロフィールを、はい、この紙で分かるようになっています。はい、犬の性格によっては噛んでくる子もいますので、はい、絶対に手は出さないで。分かりました。お願いします。はい、それでは足元にご注意ください。はい、はい、でこちらにいる3匹の犬なんですけれども、はい、みんなバラバラの羊でして、はい、こちらにいる子は飼い主さんが飼えないと言って捨てられたという子、でこちらの子、右の子、どちらも迷子で愛護センターに入ってきました。愛護なんですね。はい、実際に触れてみるとやっぱりその犬のことがよくわかる気がします ね。温かさとか、はい、細かい表情ですとか、いろんなものがわかりますので、職員もできる時間があるときはできる限り皆さんとこうやって触ってもらったりすることになりますね。はい、こちらはどういう場所になるんですか？はい、こちらの部屋はですね、犬や猫が負傷してこちらのセンターに来た時に、こちらの手術台の上で治療を行ったりとか、はい、あと愛護センターに収容されている犬猫の避妊去勢手術を行っております。久田さん自身も獣医さんということで、こちらでどのような作業をされているんでしょうか？はい、私は毎日だいたい1件から2、3件の犬猫の手術を実際にこちらの手術台の上で行っております。はい、で他にはこちらの顕微鏡を使っての糞便検査ですとか、薬の調合と、はい、あとそれの実際、薬の投与をこの部屋で行っております。こちらアニマールという施設ですが、市民の方に、どのように利用してほしいか、最後に PR も含めてお話しください。はい、いろんな方がこちらの愛護センターに訪れてですね、かわいそうな犬猫を見るだけではなく、こういう施設があるという現状を多くの人に伝えていただくだけでも、このセンターで処分されてしまうかわいそうな命が少なくなると思います。そのためにもいろんな方に本当にご気軽に愛護センターに来て、多くの犬猫を見ていってもらいたいなと思っております。では本日は
動物愛護センターアニマールを紹介させていただきました。久田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。